ごちゃんときゃなこのおそろがす。髪の毛切りました。はい、色も変わりました。かわいい、だいぶファンキーです。かわいいと思った方はいいねしてください。お願いします。今回は、はい、秋冬のリリース第2弾で、うん、新商品が27アイテム出たの、それの紹介をしていきつつ料理をしたいと思います。はい、スタート。スタート。ちゃんとキャナコのおそろがす。キャナコちゃん紹介してください、はい、まずはこちらポリゴンプレートです。はい、結構しっかりポリゴンプレート3種類ありまして、この大きいのと中くらいのと一番ちっちゃいやつ、うん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 、この3種類がポリゴンステンの食器のセットです。ここに穴が開いてて、こうやって A ラックとかにも吊るせるようになってます。うん、あとパーティーとかでもう、あのこれロゴスランドの食器になるぐらい、ほら、そう、めっちゃもうなんか毎日毎日何回も洗っても大丈夫なぐらい耐久性がすごい、うん、で錆びにくい、マジでしっかりしてる食器です。あとこれ組み合わせれるから収納も、そう、2枚重ねてもこんな感じで薄くなる、シンデレラフィッツって感じです、うん、そして4つセットになっててマトリョーシカみたいなので1、2、3、4、家族分ですねこれ。かわいい。でも一人にしてこれは飲み物、うん、これはスープとかで使い分けれる、いい感じです。で全部取っ手がこうやって収納されてるから、これをこうするとどんどん閉まっていけるような、うん、ネスタステンマグ4です。ネスタステンマグ4です。じゃん。はい、コンパクツです。コンパクツです。はい、次それ、はい、これ3です。3です。あのここにねロゴがこうさりげなく入ってるグラスデザインのロゴが入ってます。こちらが火にかけれる、クッカーみたいなことね。そうです。こっちは保冷保温、うん、ダブルステンです。だからあの外側が熱くなりにくいんじゃないかな、うん、でちゃんとこの2つはこういう収納袋もついてるので、うんうんうん、持ち運びも便利になっております。はい、そしてこちらマックリステンカップ SML になります。サイズでいうと S がこんな感じ、うん、MML。 はい、今回は食器が多いね。そうだね、ここら辺のステンレスシリーズは全部グラスデザインのロゴが入ってます。オーブンも使える。おー、マッコリ以外にもいろいろ使えるということね、うん、火にも使えるし、いろいろ調理方法がございます。はい、で、重ねれるので、はい、今回重ねれるの多いね。そうだね、多いね。そして男性が好きそう、うん、好きそう、このなんかポケットに沿った形、ウイスキーとかね、入れてね、ちょっとなんか山の頂上とかで飲んだら美味しそう、うん、で、ここネジ式でチタンだから、あのお酒の匂いもね、うん、好きにくい、好きにくい、こんな感じで、おー、いいねいいね、そう、足の歩き方の癖よ。ちょっとなんか女の人が入れてもかっこいいよって感じです。あとこれはフライパン、鍋の蓋はあったんですけど、うん、今回フライパンの蓋が登場しました、うんうん、で、あとはあの今はないけどシェラカップの蓋もあるんで、うん、まあ、お米炊けたり、この上に炭が置けるからオーブンっぽくなる、ね、オーブンっぽくできます。で、あとはちょっとおしゃれな深い緑、ホーローシリーズ、はい、ホーローシリーズです。これがいろんなサイズがあって、今日はこのホーローシリーズを使って、うん、エミワちゃんでちょっといろいろ調理ができたからなと思ってますできてますはい、調理をしたいと思います。
キャラクが持っているのがこれさっきのそうホーローシリーズの一番大きいプレートになります、うん、ではそれを投入してください。かまどちゃんの上段にそのまま入れる。はい、入れられました。あとどっちゃんが作ってくれた超簡単冷食で固めたグラタン、グラタン入れます。はい、奥に入れた方がいいかな。そうだね、入れるね。 OK、 コップです。はい、これもこのまま入れられるから中にホットケーキミックスとチョコ砕いたやつを入れました。かわいいかわいい、かわいい。これやっぱこの色はいいよね。うん、はい、蓋を閉めて、いいよ、口閉めるよ。エミワに口を閉じました。ここからどんどん今炭入れたから温度が上がってきて、うん、いい感じになることでしょう。ちょっと待ちます。チャンネル登録よろしくね。今エミヤちゃん待ちなんですけど、どうしてもどうしても食べたいどっちゃん。じゃーん、もっと冷たいの作ったのにぬるくなりそう。これサラダプレートだったっけ。ちょっとなんか縁があるからこういうドレッシング系もいけるかなと思って、うん、今日はカプレーゼにしました。作ってくれたカプレーゼです。落としそうやったわやったわこれおでんときもやったわおでんときもやったわいやー、美味しそう。夏野菜は夏に食べるべし。いただきます。めっちゃ美味しい、うん、これな、冷やしてるから。そう、このまま冷蔵庫入れてた。で、お皿も冷たいから、うん、美味しいんだよね。なんだかんだもう、なんか猛暑終わったくない、うん、ちょっとピーク過ぎた、ね、風が爽やかになってた。今年は夏っぽいこと何もしない。そうだね、好きだったからね、うん、結婚式で大活躍したロゴスアイテムナンバーワンはシャボン玉マシーン、うん、どっちゃんの結婚式でシャボン玉マシーンをみんなやって退場したんだけど、うん、そう、なんか昔はさ、こうお花をさファーファーってやるのが結構流行ってたけど、うんうん、あれをシャボン玉にしたの。青空にさシャボン玉があって、うん、なんかドレスとみんなで撮れたらいいなと思って、うん、いやめっちゃ写真映えしたし、うん、あとどっちゃんの友達とか家族もみんな、うん、え、何この機械って喜んでた。あ、本当に、うん、めっちゃみんな、え、面白いって言って。シャボン玉シーンです。だからコップ貼っとけばよかったな。え、本当になんかもし結婚式でなんか悩んでる方がいたら、うん、あのシャボン玉演出おすすめです。式場の人にもわ、めっちゃいいですねこれって言われた、うん、式場に営業もあったらいけるかもしれない確かに確かに。写真はこちらいる。どっちゃんの写真はこちら。ちなみにね、髪の毛も結婚式でこういうことになりました。めっちゃいい。人生初ブリーチ。人生初ブリーチ。頭燃えた、痛すぎたチャンネル登録よろしくね。今150度です。今日は火力強すぎてもそんな生なものないから、ちょっと待ってます。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。見る見る見る。あー、オープン。見て、おお、え、すごい、こんな膨れる。耐えてる耐えてる。ピザいけるかな。あ、めっちゃいい感じ。もういけるね、これすごい。これパンパンにしすぎた。結構少なめに入れたんだけどね。私と同じ過ちや。ほんとや。ちょっともうちょっとこれは上で保温したいね。うん、さっきピザ出した。そうだね、ピザ出します。美味しそう。いい感じ。一旦出し、あ、パイもまあいいんじゃない。完成。おお、ナイスリアクション。ナイス。かわいいドーム。いやー、かわいい、いい感じ。完成したので、調理時間ほんと5分ぐらい、うん、あっという間に今全部できてるやつなので、うん、キャンプではいいよね。そうですね。ピザ切るの。ワイルディーに。どれどれ。あ、めっちゃカリカリ。おお、あちちのちのち。おお、やば。夢ですね。
どう？うん。もちろん美味しい。美味しい？うん。グラタンをバサッとしたいと思います。どうぞ。いい音ですね。どう？うわ、いい匂い。こんな感じ。それも間違いなく美味しいから。しかも結構パサパサってしてる。パサパサってなんか微妙な表現だけど。そうそうそう、サクサク。いいことよ。このサクサク加減。いいことよ。いいことよ。うん、美味しそう。うん。めっちゃ美味しい。これ子供絶対大好きだもん。うん。うん、このパササクサク加減。なんでサクサクをパサパサって間違えるの？いや、めっちゃ美味しい。これなんか全て冷凍でやったと思えないぐらい美味しい。食べてみ。絶対スプーンよ。そうだね。で、この周りのパイをイエスイエス沿って食べます。うん、美味しいね。美味しいです。うん、難しい。いや、皆さん切りましょう。うん、ね、カリカリサク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 。やっぱかまどで焼くとさ、うん、チンってするより美味しいよね。全然美味しい。違うね。全然違う。サクサク感が違うね。チーズのとろけ方も違う。うん、うん、このホールをちょっと焦げ出ても洗ったらすぐ綺麗になるよね。うん、うん、チャンネル登録よろしくね。めっちゃ可愛くない？ちょっとさっぱり寒天にした。1時間くらい、うん、固まってる。もうあのお湯で寒天溶いて、お砂糖入れて、フルーツ入れただけ。白カップかわいいね。うん、この色合い好き。かわいい。いただきます。おー、固まっている。うん、すごい。うん、うん、よりうん、いい感じ。おいしい。さっぱりしてるね。うん、寒天は食物繊維もたっぷりなのでね。これでもいいですか？はい、いいですね。お口直し的な感じで、うんうんうん、めっちゃいい。あの氷点下クーラーとかに入れとけば、うん、冷えるね。すぐ冷える。これどうでも、ホットケーキミックスにチョコレート入れるだけ。そう、もう焼けたと思う。あ、カリカリ。うん、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 カリカリ。うん、うん、子供でも作れるからね。混ぜて入れて焼くだけ。うん、うん、今日の料理という料理はありますよ。うん、でもかまどやっぱ優秀だね。エミアちゃんね。一気に今日何？一気に3品。3品？ピザとこれとグラタン。うん、一気に3品はなかなかできないよね。しかも入れとくだけ。5分でいいし。うん、なんか上に温度計があるから、うん、大体みたいわかるし。うん、便利で。うん、ホーローやっぱいいね。うん、ホーローシリーズかわいいね。うん、私の一押しはやっぱりあのホーローシリーズの一番美味しかったのはグラタン。おお、グラタンで超めっちゃいい。しかも可愛いやん、お皿。うん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 、だから映えるし、そう、良い。俺も白いです。やばいな。やばすぎ、やばすぎ。ホーローシリーズね、うん、いろんなのがあるから結構あの何、好きな使い勝手がいいやつだけ集めてもらってもいいし、うん、確かに可愛いよ。で、今回紹介できなかった、うん、あの抱っこ紐とか、うんうんうん、あとはなんかこう折りたためる風呂敷。風呂敷？風呂敷？え、あのランタンとかさ、割れ物を負けるやつでしょ。うん、他にもいろんな新商品がたくさん出たので、うんうん、あの公式オンライン店とかロゴショップでチェックしてもらえたら。え、ゆりやん。チェックしてもらえたので満足した。嬉しいです。思います。こんな感じです。はい。